ISA はどこに行った？なぜ連中はまだ見つからんのか？連中は思ったよりもしぶといということだ。だから半年前に私がそう言ったはずだがな。それを聞き入れていれば。しかし自分のやり方にこだわった。投降するまで手を緩めるべきではなかった。案ずるな。そのうち ISA は落ちるだろう。ああ、以前も言っておったな。数時間の問題だと。国民は結果を欲している。口先だけの言葉など無用の長物だ。まあかも。お前はうまく本題から話をそらす気でいるのか？なぜ武器の試作品を我々に提供しなかった？なぜならば、あれは勝者ペトルサイトだからだ。そんな高級な兵器を無能な奴らの手に渡すなど愚かな行為に過ぎない。よくも！待て、落ち着け。言い過ぎだぞ、スタール。ベクタ政府との交渉における最高司令官の尽力は計り知れない。あるいはその逆か。事実、最高司令官は ISA 殲滅に失敗し続けておられる。ヘルガスト軍はより効果的に指揮できる者の直轄に置いてはいかがかな、スタール代表とか。奴は商売人だぞ。大規模な軍事企業とそれを支える技術も持っている。それに賛成の方は？道義は却下する。この男は司令官で居続ける限り、あなた方の大義のために手を貸すのは断る。彼は必要だ。待ってくれ、代表。再考する時間をいただきたい。何？これより2日以内に私はヘルガーン国民に生中継をする。それは何を？それを見ればあなた方も心を決めるだろう。一向に戻ってこない。2時間も過ぎてる。おい、フーパー、食欲がないそうじゃないか。ベクターには妹がいるんだろ？なぜそれをご存知で？この数ヶ月地球と連絡を取っていた。それで知ったのだ。友人が故郷から便りを届けてくれたのさ。来た目的を思い出せ。必ずお前を連れ帰る。いいな。何か食べさせろ。ネビル隊員。軍曹、いいニュースを頼む。地球から撤収の輸送艦が来たか？偵察機が消えました。地球への通信も途絶えました。ヘルガストの仕業か。そうだとしたら、連中は新たな通信信号を使っていて何も傍受できません。このままでは奴らに直見つかります。すぐ移動しなければ。いいか、増援艦隊が来るまで持ちこたえるんだ。直に来る。お前の言う通りにな。それまで通信装置を維持しろ。行け、セブ。通信装置が唯一の我々の望みだ。イエスサー、分かってます。何かが起こし、やけに静かだ。感じるが、何か分からんが。この植物がいいが、撃ったらどうなると思う。敵がこいつの近くに立ってる時は使え。
待て、見てみろ、多すぎる。偵察隊が戻ってこないわけだ。暗闇にいれば見つからない。左は俺がやる、右は任せた。めった切りにしろ。よかったぞ、静かで。岩の上に男がいる、頭を撃て。これはまずい、隊員に連絡しよう。事前に探しています。了解、任務を続けろ。キトループキャリアの音だ。先を急ごう。トループキャリアに見つかったら一巻の終わりだ。壁から絶対出る。兵士たち、そこに散らばっていた。列を乱すな。よし、今だ、行くぞ。全部任せた。頭以外を撃てば奴は助けを呼ぶ。おい、また2匹こっちに来る。こちらセブです、どうぞ。待ってたぞ、通信装置はあったか。はい、はっきり見えます。
しかし多数の敵部隊も確認できます。ただの偵察とは思えません。即座にキャンプを撤収してください。軍曹、何度も言わせるな。その通信装置が何としても必要なんだ。了解、やります。コールスキー、俺に任せろ。基地に戻るんだ。ネビルを撤収するよう説得してくれ。イエスさん。ヤサ、喋ったか。まだだ。喋らないに5かける。おい、どこ行く。
せろよ。立つんだ。おい、走れ。将軍、よかった。さあ、ヒグスが迫っています。輸送艦は移動した場所へ来れますか。はい、よく聞け。昨夜ベクタ星の植民地政府は降伏した。直ちに交戦を中止せよ。何を言ってるんです。もう戦争は終わったんだ。君たちはヘルガスト軍に投降してくれ。捕虜として釈放してもらえるよう交渉する。言葉ですがさっぱり理解できません。相手はヘルガストですよ。奴らが捕虜をどうするか分かっていない。命令だ隊員、諦めて投降しろ。くそ。タイミー、傍受されました。すぐに通信を中断して。敵機が2機向かいました。逃げてください。タイミー、投降だけは。投降しないと言え。Thank you.
ネビル隊員が敵を防いで全員退避させようとしています。隊員を助けなさい。聞こえますか？今手が離せ、軍曹。オーケーオーケー、すぐ行きます。ダメだ、退避する。基地は制圧された、集合地点へ行け。それはできません。セブジャッコ、この頑固者め。急げ、セブ。ここで何をしてる、セブジャッコ。退避しろと言っただろう。引くねと言ったろう。
うるさって言ってんだ。うるさって言ってんだ。